1977年の幌加駅と周囲約750メートル範囲。上が、十勝三股方面。駅無人化後の姿であるが、駅舎がそのまま残されている。周囲はすでに民家が見えない。かつては、駅舎横や駅裏のストックヤードに、山のように木材が積まれていた時期もあった。十勝三股寄りの踏切あたりから右上に伸びる。 小道風に見えるのは、営林所貯木場へ向かっていた、専用線の路盤跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成幌火駅は、かつて、北海道加藤郡上幌町麻幌火に、設置されていた、日本国有鉄道朗火路線の駅である。電報略号は他、朗火路線の廃止に伴い、 1987年3月23日に廃駅となった。駅舎は校内の東側に設置され、旅客用に島上の端式ホーム一面一線と、ぬかびら型から分岐し、駅舎横の貨物ホームにつながる貨物線を有し、駅裏側に貨物積み下ろし用の副本線を有していた。駅舎側の貨物線からはさらに北側に広がる。 エイリン所のストックヤードへの専用線が伸びていた。無人化後は、貨物線専用線は撤去されたが、副本線は残され、廃止まで、この廃線となっていた。所在地名より、アイヌ語の、他内に由来し、近隣を流れる、現在のホロオトとケ川の、大きく曲がった流路を表現した地名である。駅舎は取り壊されたが、ホーム及び、ポイントを含む線路が残っている。 保存団体によりレプリカの駅名標が設置された。路線廃止後の上しホロタクシーによる代替バスですら、沿線の極端な過疎化によって2003年9月一杯で廃止され、同年10月より、帯広ぬかびら朝日川間のノースライナー三国、豪号が、十勝三又停留所を新設、ほろか温泉入り口停留所とぬかびら方面の乗降も可能として代替する。 駅跡周辺には停留所は設置されていない。列車運転休止、バス代行輸送課の際、ぬかびらほろかに、スキー場入り口バス停、幌加かとかち3個間に、幌加温泉入り口バス停を新設した。アイヌご知名リスト平田ホロナ P111 から120。アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2018年6月23日閲覧。 ABCDE 停車場編線大辞典、国鉄 JR 編 2JTB1998 年10月発行、東北海道の林業帯広営林局昭和44年、発行 P359 票、著木上限挙による。なお、昭和26年版全国専用線一覧では、帯広営林局側線3 0 0メートルと記載、ABJR 釧路支社、 鉄道100年の歩み平成13年12月発行。ハット後に、ぬかびら温泉郷に移転、2008年閉店。ありがとうございます。